今すぐお買い求め。ちょっと下がろう。今何してんの？付き合いとかあるじゃん。止まれ！おお！あっ！逃げやがった。あんまりないんだ。どうなるか。ちょっとそこな。うれ！何なんだ。
獣かよ。勘弁してください。おら、もっと出せよ。今何してんの。いや、てめえ俺に勘つけた。目障り。あの、
何？いえ。そこな。おい待てよ。よろしく。それ。何がんつけてんだこれ。どりゃ。Cover!
る強さだ。お前ふざけんなよ。おお、ちょっとそ、お金ちょうだいよ、お金。目障り。はい、こりゃ、こりゃ。いらっしゃいませ。ありがとう。
い止まれ。やる気なくしたわ。お？キラちゃんめっけ。なあ。もうやる気ピッピーやで。マジか。またな、キルちゃん。おもろいな。住人が掴んだ情報なんだが、どうやら元堂島組の連中がこの辺りをうろついてるようだ。堂島組。詳しい話はこっちに来たら話す。時間があるならモニタールームに来い。ちょうどいい時に来たな。どうかしたのか。いや、さっきここにおめえを訪ねてきた女がいたんだが。誰だ。死んだ堂島宗平の女、堂島弥生だ。なんだと。おめえが殺した組長の妻だ。これはなんかあるなと突っぱね返したんだがな、おめえが来たらこれを渡せって頼まれてよ。
拝啓、桐生一馬様。10年前のあの場所でお待ちしております。お話がございます。お一人でいらっしゃってください。警具道島弥生。ふん、そこは今じゃ道島組の残党どもの巣窟だ。どう考えてもおめえの玉取ろうとした罠よ。桐生、行くんじゃねえぞ。道島の個人事務所は10年前と同じ状態で残されているようだ。劇場の北にある東堂ビルがそうだ。行くのはお前の勝手だが、どうなっても知らんぞ。あの人が死んでもう10年になるね。弥生姉さん、ご無沙汰しています。私はね、あんたがいずれは堂島組を背負ってくれるもんだと信じてたんだよ。この落とし前つけさせてもらうよ。キル、ぶち殺したるわ。しばき倒したれや。
弾取ってるわ。堂島をやったのはお前なのかい？あんた誰かをかばってるね。誰なんだい？一体誰がやったんだい？その答え、俺に少しの間預からせてもらえないでしょうか。俺が必ずけじめをつけてお答えに上がります。いらっしゃいませ。ありがとう。Oh.